和田上皇は神奈川県逗子市出身のプロレスラー。最終所属は力プロ。身長174センチメートル、体重100キログラム。六川高校時代は神奈川県のレスリング大会68キログラム級で3回の優勝を飾り、国体にも出場した。その後、アニマル、浜口ジムを経て、長州力が設立した。 WJ プロレスに入団。後継団体となる力プロでは腰などの怪我で練習に参加できない代わりに、主にジャンコバンを務めていた。聴衆力の新日本プロレス復帰とともに、聴衆プロデュースのロックアップに出場。2010年1月17日、腰と首のヘルニア、膝の故障で新日本プロレス、ロックアップで引退。その後治療家を目指し、新日本プロレス。 三沢武志トレーナーの下で研修を積み、横須賀市の歩み新旧生骨院に勤務。浜口ジムのレスラー養成クラスにコーチとして参加し、更新の指導もしている。2015年1月30日、ケアしている患者さんに自分の試合を見せたいと、師匠、聴衆力に断りを入れ、スジジストロフィー、難病啓発プロレスイベント、ヒーローの力で現役復帰。以後、 資格を生かしたメディカルトレーナー、セコンドとして様々なプロレス団体をサポートするほか、選手としても参加。ありがとうございます。